メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。封鎖機構の機体情報です。監禁してあなたへの報酬。コーレルは情報動態特性から機器類に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムの部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。されたのはアイブスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。ボースの旧型ルビコニオンが乗っていた AC のようです。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマヤンによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるように思います。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーレル技術によって生み出された存在。でもそうでなければ私たちの交信はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーレルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら私としては嬉しいです。